今日は奈良県の大和高田市にやってきました。今からオーガニックレストランのヴィラージュ秋吉さんに行ってまいります。ご自宅の1階をレストランに改装されているので、楽しみですね。素敵なお宅だと伺っています。では行ってみましょう。の駅前の風景です。このようにタクシー乗り場がありますので、タクシーを使われると便利です。はい、ヴィラージュ秋吉さんに到着しました。今から入っていきたいと思います。かわいいウェルカムボードですね。じゃあ店内こちらになります。いらっしゃいませ。どうぞ。ヴィラージュ秋吉さんは前日の3時までにホームページもしくは食べログからご予約ください。もし海外からお越しくださる場合はヴィラージュ秋吉さんのホームページを開いていただきますと、こちらに言語を選べるようになっておりまして、このようにアラビア語、スペイン語、ヒンディー語、フランス語などなど選んで読んでいただけるようになっておりますので、こちらからお願いいたします。お料理が到着しました。美味しそうですね。これは何ですか？はい、こちら前菜でございます。三重県で採れましたカツオのグリエでございます。上にはお庭で採れました新農薬の植木人参を添えてございます。かわいい。スープがついてございまして、はい、こちらもご一緒にお召し上がりいただけます。はい、ソース一番下にございますブラックオリーブのソースでございます。上に仕上げにコンソメのジュレを添えてございます。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。じゃあいただきたいと思います。美味しそうですね。コンソメのジュレがかかっているということで、すごくキラキラして見えます。ビーフのソースにつけてみますね。うん、カツオはすごく新鮮ですね。美味しいです。周りが少しグリルしてあるんですけど、その香ばしさもあり、オリーブの、香りと味と本当に口の中で仲良く調和してくれます。はい、2品目が到着いたしました。ありがとうございます。こちら手前にございますのがアボカドとベニズワイガニのサラダでございます。こちらは契約農家様の農薬の野菜使ってございます。こちらにございますのがアスパラソバージュと申します。アスパラの一種でございます。では手前にございます白い大根、少しピンク色がかっております。稲田と申します。大根でございます。ではお庭で採れたものや、はい、竹のスナップエンドウなど全部ございます。こちらにはドレッシング、クレミのドレッシング、そして周りには野生の蜜葉を使いましたパウダーでございます。栄養価通常のものより3倍型になってございます。ライスケアもつけてお召し上がりくださいませ。ありがとうございます。あ、ぜひあの神奈さんこれ言ってみてください。すごい可愛らしいんです。映りますかね。こんなにカラフルで美味しそうですよね。いただきたいと思います。農薬のお野菜をふんだんに使われているということで、カラフルでそして美味しそうですね。いただきます。こちらもスナップエンドウね、いただきたいと思います。いただきます。うん、すごい程よいあのしびれ加減でシャキシャキでとっても甘いです。ズワイガニとアボカドの3番をいただきたいと思います。失礼いたします。少しジュレもつけて、
なっていて、とろけます。素敵なサラダですね。3品目が到着しました。こちらメインのお魚料理でございます。福島で取れましたタイのグリエでございます。お店には一番下にリゾットや、その上に契約農家様のところで取れましたズッキーニでございます。その上にはホタテのグリエを添えてございます。おソースにございますのが、アサリの出汁を使いましたおソースでございます。こちら付け合わせに小さな玉ねぎも添えてございます。かわいいですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあいただきたいと思います。タイのグリエだそうです。美味しそうですね。フライパンでしっかり焼き目をつけていらっしゃるので、皮まで本当に美味しそうな色目がついております。アサリのね、だしのジュレにネギがかかっています。いただきます。タイとアサリの組み合わせってどんな感じなんかなと思ってたんですけどすごく美味しいです。そのタイのお魚の風味にネギの香りがふわっとこう口と香り鼻を抜けるようで、とっても美味しくいただいてます。はい、では最後のデザートをお持ちいただきました。こちらがフランスのアンズ地方発祥のクリームチーズケーキでございます。天使のクリームチーズケーキと言われるぐらいふわふわで、そして周りにございますいちご、こちら季節のフルーツを使っているんですけれども、はい、本日はトウくんと申します。契約農家様のトマヤクのいちごを使用してございます。トウくんという虫が芋に香るときます。芋の香りのするいちごになってございます。美味しいですね。ありがとうございます。実はこのチーズケーキが、テイクアウトもできるっていうふうに先ほど拝見したんですが、はい、今までで2万7000個が出ているぐらい人気のチーズケーキでございます。お持ち帰りいただきますので、あ、ですけれども、ね、あ、わかりました、はい、食べてみて美味しいか、美味しかった方もぜひ、はい、では実際にいただいてみたいと思います。デザートいただきます。トウくんという珍しいイチゴを今日お持ちいただいているので、まずはイチゴからちょっと失礼ですけど手でいただきますね。この香りがするということで、あ、すごく香りが豊かですね。おいしい。甘酸っぱさが結構しっかりある。ケーキもいただきます。吸ったらいいのかな。うん、ふわふわです。とっても美味しいです。これ本当に持って帰りたくなっちゃいますね。ありがとうございます。大丈夫です。じゃあ今日のお料理すべて出していただきます。とても美味しかったです。ありがとうございました。シェフにお越しいただいてるんですけど、お魚だったりホタテだったりもすごく美味しかったんですが、私は野菜がすごく好きだこともあって、本日いただいたズッキーニだったりイチゴもそうですね、もう素材一つがすごく濃くて美味しかったんですが、どんな野菜を使ってらっしゃるんですか。でも完全無農薬で作られた野菜でして、はい、あと歯医者さんが作ってるんですね。へえ、まあ、現役の時からも作ってたんですけども、はい、今はちょっとリタイアされて、はい、うちのためだけ作っていただいてるんです。すごいこだわりですね、はい、もう地方でいうとあれですか、奈良の市内でお作りなんですか。奈良の橿原というところで、はい、かぐ山ってあるんですね、はい、そこがそのかぐ山の近くの畑で作っていただいてるんです、はい、うわーすごいですね、はい。もうお店ができても20年を越して、ね、はい、ファンがたくさんついてらっしゃると思うんですけれども、はい、お料理はなんで初めになられたんですか。そうですね、最初家内と2人で、はい、
この辺に食べに行くとこってあんまり少ないよねっていうようなことから、はい、自分たちが食べに行きたいなという店を作りたいねって言って、はいはい、それであのこの店をやり始めたんです。もうあの、ね、店内も後でちょっとゆっくり見ていただけるかと思うんですけど、はい、優雅でとってもなんか過ごしやすくてリラックスできる空間で、その中でこう温かいおもてなしをしていただけるととっても心地よく過ごせました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。たくさんの方に来ていただきたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ヴィラージュ秋吉さん、素敵な時間をありがとうございました。 See you next time!